きました。今からキャンピングします。イエイ。キャンピングじゃなくてキャンプだったね。はい、入ってみましょう。時間はねちょっと少なめなんですけど、初めてのキャンプだからちょっと楽しみにしてます。あ、広いね。空気も綺麗。こんな感じです。温泉がね、あると思ってたんだけど、今日は閉まっちゃったの。だから違う温泉に行く。これで、すっごくゆるキャンプの気持ちになってきた。自分で楽しい。今日はりんちゃんと一緒だね、ソロキャンプ。受付こちらですね。着きました。今からキャンプでやりたいと思います。ちょっとね、初めてなので多分正しいやり方わからないんだけど、ちゃんとネットで調べました。頑張ります。まずはイースを作ります。よいしょ、よいしょ。作り方がわからない。え？お。お。よっしゃ、できた。あ、いい感じ。おしゃれだし、座ってるか。よいしょ。あ、いい感じ。あ、では焚き火台を作るぞ。重い。よいしょ。これはね、簡単です。あれ、反対だったの。ちょっとぴったりに入れる。下手。あ、できた。と、これ、と、あれ、あれこんな感じだったね。いや、あ、これ形、慣れてない。あ、うわ。これでいけたね。よし、リリース。できてる。火ができました。見て。まあこれだとね、簡単だったんですけど、
私はね、まだ石でなんか作ろうかなって思ってた。すごい考え方古いんだけど、あったかい、いいね、あったか、あったか。さあ、今からアヒージョを作ります。ではこのソーセージ、オリーブオイル、サーバー、あとスパイシーと、これ何でしたっけ、ネギ、ネギではないけどネギの近いやつあ、いいよ、あ、ニンニクね、書いてたと、ちっちゃいトマトと、最後はマッシュルームでございます。よいしょ、よいしょ、マッシュルーム、まずはオリーブオイルを入れます。いっぱい入れます。このぐらいかな。オリーブオイル入りました。もうちょっとピョ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 、全部いっぱいで OK。 シントにもうちょっと、キューン、キューン、このぐらいかな。 OK、 ニンニクを入れます。フライになってるね。よいしょ。ちょっと。足りなかったら後でまた入れます。多いかな。よっしゃ、アフィア出てきました。今作ってます。見て、おー、いい色してるね。なんか結構たっぷりだね。ちょっと入れすぎちゃった。これで本を読んだりアニメを見たりも最高ですね。よっしゃ、では乾杯したいと思います。ウェイ、これ実はウォータクはすぐわかる、このコップよっしゃ、
では、乾杯。 Cheers。 うん、うまい。いいですね。出来上がりました。わ、美味しそう。よいしょ。アヒアなんですけど、めっちゃたっぷり入れました。あ、美味しい。じゃじゃーん、いただきます。おいしい。ではこれでヒロキャンプのアニメも見たいと思います。アヒを添えば、パン。よっしゃ。そうね、おいしくオイルも食べるからね。よっしゃ。
うん、美味しい。もうちょっと入れようかな。うまい。